はほんの中程度から中度ってとこ。Thank you.
時間はいるけれど、丘陵地帯に医学の進歩への鍵が潜んでる。どこを探すかさえ特定元素の痕跡を検出することで個体群平衡の予測に立つ。学び、保護、必要なものは揃ってる。終わってよかった。乗り切れると思ってた。BOS は明日をより良くすると言ってるけど、本当に信用できるのか？できることは何でもする。エルダーだって。うちらにはパラディン・ラフマーニがいればいい。期待して自分の身を守り世界を見据える。昔の軍隊みたいじゃないか。スーパーミュータントもビビってうちらに手出しできなくなるだよな。入隊できるならいくらでも箱を運ぶし、クレートだっていっぱいにしてやる。銃といいパワーアーマーを手に入れたらすぐ採用してよ。BOS の中で自らの道を築く。うちらはどうなる？ナイトになってレイダーに誰がボスか教えてやる。戦闘ならぜひとも参加したい。 BOS のリーダーってどんな人だろう。あんな荒っぽい兵士たちをまとめてるし、相当タフだろうな。今ならわかる。ここが自分の居場所、自分の使命だ。あ
やつがいるなんて。前にファウンデーションの連中と働いてたんだ。勤勉なやつらだったが、俺は入職するだけじゃ物足りなくてな。たまには全部なし、世界を変えるんだ。入隊して自分の身を守る世界を見せる。昔の軍隊みたいじゃない。